当てはまっていませんか、抗不安薬危険な3つの副作用ということで、皆さんこんにちは、体も心も健康に心身症チャンネルの、心療内科専門医の武雄と言います。では今日も始めていきましょう。今日は、抗不安薬ですね、抗不安薬の副作用を正しく理解するという話をさせていただきたいと思います。この心身症チャンネルではですね、心身症とか心療内科の話題を動画にしてアップしています。もしよろしければチャンネル登録をこちらからポチッとよろしくお願いします。始めていきます。今日のテーマは抗不安薬の副作用ということで、実は抗不安薬っていうのは心療内科、心身症を見る心療内科でも結構使うことあります。で、例えば、よく例に挙げている過敏性腸症候群ですね、いつも過敏性腸症候群例に挙げますけども、これでもですね、通常の、お腹に作用するようなお薬ですね、例えば下痢止めとかそういうので良くならない場合には、こういった精神に作用するようなお薬っていうのも使っていったりします。ただ、非常にいいお薬なんですけれども、使い方によってはですね、やっぱり副作用が問題になることもあって、この辺を、ぜひ理解していただいた上で、使う処方するっていうことが必要になってきます。というわけで今日の内容ですね、3つありまして、そもそも抗不安薬とは何かっていう話をさせていただき、で、2つ目ですね、今日のテーマになります抗不安薬の危険な3つの副作用ということで、もちろんですね、医療従事者の方だったら知ってるって、そんな当たり前やんっていうような話もあるかと思うんですけれども、これから例えば心療内科にかかるとかですね、あるいは実際今心療内科にかかっている方でこういったお薬を飲んでるっていう方に、ぜひとも聞いていただきたいと思います。で、3つ目ですね、ただ抗不安薬をやめるって、その危険なんでやめたいっていうふうに思うかもしれませんけれども、この時に絶対やってはいけないことっていうのが一つありまして、これを最後にお話していきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、そもそも抗不安薬ってっていうお話ですけれども、抗不安薬とはですね、一般的に言うと多分こっちのネーミングというか、こっちの言葉の方が聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。それはこれでですね、安定剤っていう、安定剤って、その気分の安定剤っていうことですね、いうふうな感じで、抗不安薬イコール、安定剤というふうに思っていただいてもいいかなというふうには思います。で、広い意味で言うとですね、こう精神科とか、あと心療内科でもそうですけれども、薬っていう全部こう一緒くたに考えられがちなんですけれども、実は違っていてですね、抗不安薬っていうのも、この抗精神薬、口で言うと同じことになってしまうんですけど、向かう方ですね、向かう精神薬の一つになります。で、この向かう精神薬ですね、これも抗精神薬と呼ぶんですけども、抗精神薬っていうのはどういうものかっていうと、精神に作用するお薬全般を言います。なので、こんな感じですね、抗精神薬の中に、今日取り扱う抗不安薬とかですね、あとは睡眠薬、これ似たような系統なんで&って書いてますけども、あとは抗うつ薬ですね、あとは抗精神病薬ですね、いわゆる統合失調症とかに使う薬なんですけれども、こういったものが抗精神薬、向かう精神薬の中の分類にそれぞれあるんだよということは、まず知っていただきたいなというふうに思います。ちょっと難しい話ですね。で、その次ですね、ただ今全般にですね、使われる抗不安薬っていうのは、このベンゾジアゼピン系っていうものになります。これ下噛みそうな名前ですけれども、昔はですね、いろんな抗不安薬っていうのがあったんですけれども、今はほとんど、もう9割9分このベンゾジアゼピン系っていう抗不安薬を使われるというのは、ちょっと頭に、知っておいてもいいかなというふうに思います。はい。というわけで今日のメインのお話ですね、抗不安薬の危険な3つの副作用ということで、あんまり危険を煽るのもあれなんですけれども、この3つはちょっと注意していただきたいなというのがありますので、これを順番にご紹介していきたいというふうに思います。はい、まず1つ目ですね、まず1つ目はじゃん、これですね、眠気です。先ほどちらっとですね、抗不安薬&睡眠薬って書きましたけれども、実は睡眠薬もですね、このベンゾジアゼピン系っていうのに含まれるものが多くてですね、これ親戚みたいなお薬なんですね、抗不安薬っていうのと睡眠薬っていうの。なので、程度の差はあるんですけれども、抗不安薬でもですね、結構眠気が出るっていうお薬はあったりします。実際にですね、睡眠薬の代わりに抗不安薬を使って、夜寝てるっていう方もいらっしゃるぐらいなんで、この眠気は副作用として一番重要です。
で、日中にですね、例えば不安が出てくる方とかっていうのもいらっしゃると思うんですけれども、そういう方で、まあ、抗不安薬を飲みたくなるっていうのは分かるんですけれども、その時に眠気が出てしまうとですね、例えば運転とかですね、あるいは重要な会議の前に眠気が出てしまうっていうことにもなりかねないんで、この眠気を、が出るっていうことを前提に抗不安薬を飲んでいただくっていうのが必要になります。はい、で2つ目ですね、2つ目がじゃん、ふらつきですね。これも、ベンゾジェズピン系全般に言えることなんですけれども、筋肉を和らげる、まあ、和らげるというか筋肉の力を抜く脱力ですね、こういったような、まあ、作用というか副作用か、いうのがあるんですね。で実はですね、この作用自体がお薬が効いてるっていうふうに感じる一つになっていることもあってですね、筋弛緩作用って我々言いますけれども、それによってですね、まあ、なんていうかお薬が効いたっていうふうに感じる方もいらっしゃるんですけれども、逆にですね、その力が入りにくくなるんで、ふらつきで、ふらつくだけだったらいいんですけれども、まあいいというか、ふらつくだけだったらあれなんですけれども、転倒ですね、転んでしまうっていうリスクが非常に上がります。なのでよくご高齢の方とかですね、こういう安定剤を、まあ、結構長年飲んでらっしゃる方とかですね、その抗不安薬によるふらつきで転倒してしまうとか、まあ、これ睡眠薬も同じなんですけれども、いうことはしばしば経験します。はい、で3つ目ですね、3つ目が一番大事なんですけども、3つ目はじゃん、これですね、依存です。で、実はですね、お薬の依存ってあんまり考えたことないかもしれません。今巷ではですね、例えばアルコール依存とかですね、ギャンブル依存とかっていう、そういった依存の方が注目されてますけれども、実はですね、お薬の依存、薬物依存ってものすごい多いんですね。で特にこういった抗不安薬っていうような類ですねの依存っていうのはものすごいいっぱいいらっしゃって、これは話し出すとものすごい長くなってしまうんですけれども、実は日本はですね、この抗不安薬の処方宣言っていうのは諸外国に比べて非常に緩いんですね。なのでポンポン出す、まあ、ポンポンって言ったら言葉あれですけれども、ポンポン出されてしまうんです。でなおかつですね、この抗不安薬とかっていうのはいいお薬なもんなんで、なかなかやめにくい、患者さんからもやめてくださいとも言わないし、医者からもやめられないっていうことで、お互いにこうやめるっていうことをずっとせずにですね、もう何年にもわたって、お薬を飲んでいるっていう方が、まあまあ、稀にというか結構いらっしゃいます。で特にですね、デパスっていうお薬ですね、エチズラムっていう、一般名はエチズラムっていうお薬なんですけれども、このお薬はですね、非常にいい抗不安薬ではあるんです。というのは効き目が強いし、比較的即効性があって、非常にいいお薬なんですけれども、逆に言うともうそれなしでは生活できないっていう方がものすごいいっぱいいらっしゃって、こういうのはデパス依存って我々言ったりもしますけれども、これ非常に危険です。で特にですね、この抗不安薬の中でですね、最近医療関係者、特に医者の方にですね、アンケートを取ったデータがあって、世の中に出ている抗不安薬の半分ぐらいがですね、このエチズラム、デパスっていうふうにも言われていたりして、結構普通にそこら辺で、内科の先生とかですね、あるいは他の科の先生もですね、この人はちょっと不安が強いんでっていうことで、デパス、エチズラムっていうのが出されたりするんですけれども、まあ、もちろん、頓服ですね、その不安が強い時だけの、短期的に飲むっていうのであれば全然問題ないんですけれども、これを長期間ですね、しかも1日3回とかで飲んでいると、逆にそれやめられなくなってしまうということになります。はい、なので、この依存っていうのはものすごい、まあ、患者さん側も注意していただかないといけないんですけれども、我々医療者もですね、非常に注意をしないといけないというふうな、副作用になります。はい、とはいえですね、今日の内容の3つ目ですけれども、まあ、こういろいろ不安に思ってしまったと。週刊誌とか、ね、新聞とか、まあ、本でもありますかね、最近こう飲んではいけない薬っていうのに、必ずこの抗不安薬とか睡眠薬っていうのが出てきますけれども、このやめるときにですね、絶対にやってはいけないことっていうのがあって、それが、これ自己中断ですね。この動画を見てですね、例えば今、抗不安薬を飲んでらっしゃる方でもですね、例えば今晩からすぐに飲むのをやめようとかっていうことは絶対にやっていただきたくはありません。
というのは、まあ、先ほどの例えばデパス、エチズラムを例に出すとですね、これを急にやめるとどういう症状が起きるかっていうと、離脱症状っていうのが起きてきます。具体的にはですね、急に不安が強くなって不安症状っていう状態になったりとかですね、あとは動悸がしたりとか冷や汗が出たりとかですね、もういろんな症状が出てきます。なのでやめるときには前言と我々言うんですけれども、少しずつやめるとかですね、あるいはお薬の種類を変えていってやめるとかですね、そういった感じでやめ方がありますんで、間違ってもですね、ご自分の判断でやめるっていうのだけは絶対避けていただきたいというふうに思います。なのでこうですね、必ずそのお薬を出している主治医の先生と相談の上、減らす、やめるっていうのを、絶対に覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、というわけで今日のまとめですね、抗不安薬は抗精神薬、この向かう精神薬っていうのがその精神に作用するお薬全般を指すんだよっていうことで、そのうちの一つに抗不安薬があるっていう話をさせていただきました。で、二つ目ですね、抗不安薬の副作用として眠気、ふらつき、依存ですね、この三つに注意しましょうという話をさせていただきました。また抗不安薬の自己中断は絶対にダメで、必ず主治医の先生ですね、出してもらっている主治医の先生と相談してくださいという話をさせていただきました。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもコメント高評価ありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、 あとブログもやってますので、もし興味があればそちらもご覧になってください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。